こう前に前にね、ボールの方に体が近づくっていうこともありますが、皆さんこんばんは、体を体シュです。で、今日のテーマは前につんのめるインパクト、まあ、前傾姿勢が、キープされているところからこう起き上がってしまってですね、前にこうつんのめってしまう方が非常に多いですね。そこをどのようにして直したらいいのか、これはですね、ゴルフクラブを利用してそのベクトルと自分の力とのこう相反する方向にしっかりと意識を持っていけるかというちょっと難しい話になるんですけれども、やってみると簡単、そしてドリルも割と簡単です。この動きを行えば前傾姿勢をキープしたかっこいいプロゴルファーがやっているようなスイング、インパクトが可能になります。このチャンネルでは私の20数年のレッスン活動から得てきた知識、それを全て公開している、そんなチャンネルでございます。ぜひともチャンネル登録をしていただければ幸いです。それではレッスンの方に入ります。どうぞ。インパクトで前につんのめる、まあ、そういうね方って非常に多くて、こう前に前にね、ボールの方に体が近づくっていうこともありますが、まあそれだけじゃないですね。こっち側の人も多いんですが、あとはね、左に振り抜くっていう人もいるんです。右にこう打つというよりはね、左に振って前につんのめる人もいますね。こう前につんのめって左に振るからこそ、そのスピードに対して、バランスを取ろうと、もしくは本当にボールの方に自分が寄っていく、そしてあとは引っ張ると、まあ、2つですね。で、これをなんとかして直したいっていう方はどうしてもやっぱ前傾キープをしようとしますよね。体が起き上がってるわけですから前傾キープというふうに考えるんですけども、そうじゃなくて違う方法で今日はちょっとお話ししてみたいと思います。で、それはね、クラブの遠心力の方向を変えるんですね。前に前に振ろうとするとどうでしょう、自分は後ろに行こうとするんです。空間的に言うとターゲット方向のラインですね。だいたいこの右斜め45度前に、前に振ろうとすればするほど自分が後ろに行こうとするはずです。これはバランスを取り合うですね。まあ、ボールの方向というよりはね、ボールよりもちょっと右側、まあ、ちょっと今ねシャンクというね右に出ることもありますけれども、ただそれを怖がらずにどんどん前に振る、まあ、練習でとしてはね、ベタ足でスイングしてください。このように振っていく、この時に前に振ってください。そうすると自分のお尻は後ろに腰を引けるような形になりますから、前と後ろの関係、この関係ですね、かなり前に、そうすると自分が後ろ、この前と後ろの関係が分かるはずです。まあ、感じとしてはね、ベタ足のスイング、ベタ足にしてやや前に振るというイメージです。この右足を前に出すとどうしてもこの起き上がって、そして体が右の方向に行こうとしてしまうので、このクラブとこの関係、前とお尻が後ろ、この関係を何度もイメージしてください。そうすればこのようにベタ足でかかと寄りに体重がかかることで前傾キープができる、まあ、今のこの空間ですね、先ほど今のこのボールの、もう一個のボールここに置いて、この空間にクラブを振り込みながら、かかと寄りに体重をかけていくような感じで、そして前傾をキープしていくと。そうすれば自然と綺麗にですね、前傾がキープされたフォロースルーが取れます。アドレスの時の角度よりもより後ろに行くつもりでクラブヘッド前に、この前と後ろの綱引きの関係性をイメージしてください。で、やはりこの前にね行く感覚というのは、まず左手でこう振る練習をするといいですね。で、クラブがアウトサイドインではなくてインサイドアウトということになるので、この腰が後ろに引きながら、右腰を後ろに引きながら、ちょうどこのクラブをインサイドから前にこのように左手だけで振っていく練習をしてください。ここから前に、その左手が前に振り込むんだときにお尻が後ろ、このような練習を繰り返し行う。そうするとこのように前に振る感覚が強くなり、その力に対してお尻が後ろ、この関係性が理解できます。まあ、この時はですね、感覚としては前に振りますので胸がねこう丸くなる感じ、このようにお尻が後ろ、胸も前後ろ、こう背中綱引きで引っ張られて胸が丸くなる感じ、この感覚ぐらい、後ろにイメージできるとより前傾がキープされます。このような感じですね。この関係で背中が一瞬丸くなるぐらい
後ろ側に背中が盛り上がるように、そうするとクラブが前に行く、そうすると前傾キープがこのようにできると、こういう考えですね。だクラブを前に振り込まないとイメージが湧かないんですね。この動きを意識すると、ここの前傾キープがどうでしょう、かなり深く、アドレスよりも深くなるぐらいですね。このようなインパクトなればボールを強く叩き、かつ前傾のキープができるようなスイングが可能になります。まあ、実際スイングをしてみると、まあ、こんな感じですね。少しね、右に飛んでもいいんで、まずはね、インサイドアウトなので、内側から外で、多少まず右に飛びながらでもいいですから、ちょっとこれ今右に飛んでますけどね、徐々にそこから前に振ることで前傾のキープがイメージできたら、少し最終的には体も回転させると。そのような形でスイングすれば、こう体がね、自然に、後ろにと、股関節にしっかりと入ったインパクトが迎えられます。ここからこの辺りですね、この辺りが前と後ろの関係で綱引きしているような、そんなフォロースルーになります。ここまでを、覚えれば前傾キープ、非常にクラブとの関係性を理解した上で行うと、ラウンドとかプレッシャーのかかった時でも、前傾をキープしたスイングができますね。それではインパクトで前につんのめるスイングを直す方法、まとめになります。これは左に振るっていうね、左に振りすぎてバランスを取っている方と、まあ、そのまま本当にボールに向かって突っ込んでる方、2つの方々がいると思うんですけれども、まあ、練習方法はとにかくクラブをまず前に振ろうとしてください。そうすると自分が後ろに行こうとします。この前と後ろの関係性を理解すると、自分の体のベクトルが後ろに行く、そしてクラブは前、このエネルギーのこう綱引きの感覚が分かります。この感じですね。そうするとクラブと自分のお尻ですねとのこうバランスを取り合う練習はね、ベタ足です。右足をこのように我慢して後ろに、そしてクラブが前、自分がどうしても右足前に、右足自体が上がってしまうと体が前につのめてしまうので、この関係、この意識を持ってください。そうすればこのもう一個の前にあるボールの方向に向かって振ると、であとは左手一本でこのように振りながら、そしてスイング軌道はインサイドアウトの感覚で、このように前傾のキープをエネルギーのね、クラブのエネルギーと喧嘩し合うことで理解してください。これは胸の動きも同じですね。胸も後ろに、そうすると背中が丸くなる感じ、綱引きをしているようなイメージですね。そしてクラブとこのように喧嘩し合うと、そうすれば体重がかかとの方に行く形になりますから、そうすると非常にダイナミックなクラブを振り抜きながら前傾もキープできるという、まあ、よくプロのやっているようなスイングがこのイメージでわかるはずです、ということでチャレンジドリルに入ります。まあ、チャレンジドリルは割と簡単というかね、前に振る水平素振り、エネルギーのリリースが前に、この前の自分の方向の前に振って終わりです。そうすると自分が後ろ、前と後ろの関係になりますね。ここまででエネルギーをベクトルを最大にさせていくと、前に投げるようなイメージですね。そうすると自分が後ろに行くと思います。後ろに引っ張ると自分が前に行きますんで、自分が後ろでクラブが前、このベクトルのイメージを何度も何度も練習していくと、このバランス感覚からこれを前傾キープした形で行うと、そうすると自然とね、前傾キープになりますから、今度はもうかなりヘッドスピード、もう強く前に振り込んでください。前に本当に投げるつもり、そうすると自分が耐えようとするんで、自然と前につんのめっていくことは絶対しないはずなんですね。クラブのエネルギーが前にある分、自分は後ろに行こうと、自然とする、それが人間のね、バランスを取り合う、本能ということを利用するということですね。そうすれば自然と後ろの、体重の配分が分かり、綺麗なね、スイングのバランスの取り方が理解、自然にできます。自分で意識しなくても勝手にバランスが取り合えるということですね。まあ、そこのね、クラブとの関係を理解する、ただ自分の体だけね、前傾キープするというだけじゃなくて、クラブとの関係を理解するとうまくできると思います。皆さんやってみてください。札幌のゴルフスクール、原田ゴルフ動画レッスンチャンネル、最新動画見逃したくない方はまずここをクリックしてチャンネル登録をしてください。そしてその後にこのベルマークをクリックすると、すでに最新動画が通知されます。ぜひ登録をよろしくお願いいたします。最新動画がアップされる夜7時にお会いしましょう。